思い込んだら一直線。いっそ地球に見切りをつけて信じてみた木星の正義。でもそれは私たちの正義ではなかった。熱血、友情、努力、人の数だけ正義はあった。こらえて蹴り上げた石ころ跳ね返ればダイヤモンドにもなる。すぐ手に入る夢なんて夢じゃないよ。でも必ず叶うと信じてるよ。くじけない君が好き。時あるならそばにずっとずっといるから。 You get funny 君らしく誇らしく向かってよ。夢中になった日々が夢のかけらさ。 You get funny そのかけらを集めて明日を目指す勇気。中将より白鳥つくも2階級特進大佐に送る言葉。僕らの使命、それは宇宙の平和と人類の未来を築くこと、夢の実現だ。僕らは争いを望みはしない。無益な殺生こそまさに無意味だ。だが、地球連合政府は卑怯にも、全権特使、白鳥つくも大佐の死をもって、僕らに応えた。だがみんな、くじけちゃいけない。正義は一つだ。そうだとも、僕らは必ず悪の地球を打ち破る。だから見ていてくれ、みんな。熱血ロボ、劇眼ガー3の第39話のように、我々は戦う。正義は必ず勝つ。さあみんなで叫ぼう、正義の合言葉。レッツ敵が出る。おいお前ら、俺たちが呼ばれてきたんだぞ。お前返事ぐらいしろ。気にしないで。エリナさん、今は時間がないの。許してちょうだい。時間？それじゃ始めましょうか。え、アキト君、艦長、説明は後でしてあげる。まずは火星のことを考えてくれる？カキツバタ、ボソンジャンプフィールド形成。船ごとジャンプする気か？ボソン反応増大。そんな、人がたくさん乗ってるのよ。もしもし、カキツバタ落としてください。カキツバタ！なんだ、なんなんだ。二人とも考えて。え、さん、思い出した。アキト艦長、火星のことを。楽しかったユートピアコロニーのこと。え、アキト、何これ、私までユリが。カキツバタ、ボソンジャンプ開始。アカツキさんを落としてください。アカツキさん、アカツキさん、ほら、アカツキ返事しろ。変化は人以下3名、消えたままです。各自モニターよろしく。記念的瞬間だよ。頼むぞ天川君。出ました。あれ、ここはカキツバタの展望ドームみたいね。え、
人間やっぱり宇宙でもよく外が見えるところを本能的に選ぶみたいね。前回私たちが火星から月に向かってボソンジャンプした時もやっぱり展望室で倒れてたでしょ。あの時みんなひどいよね。散々人をサボり扱いしてさ。でもなんでです？それをこれから解明するの。さあ集中して頭に浮かべて。火星ユートピアコロニー。火星ユートピアコロニー。火星火星。いけるか。カキツバタ、完全にボソンジャンプしました。リョーコさん、ジュンさん、進路を火星へ。カキツバタが向かうとすれば火星しかありますまい。すべては火星に始まり、そして終わるのか。それともユートピアコロニー、セントラルブロックアート。なるほど、思い出の地か。やっぱエリナ君、二人の中に割って入るのは無理なんじゃない？バカじゃないの？ボソンジャンプが成功しました。何が起こったんだ？俺は及びじゃないって。アキト。無茶すぎます！もし失敗したら、カキツバタの乗員が全員死んでたんですよ。ご心配なく、この船のクルーは全員それくらいの覚悟はできてるよ。でもそんなことより、まずはみんなで乾杯しようじゃないか。この実験は人類にとって大きな一歩だよ。お叱りはま、その後ゆっくりと。で、どうです、ドクター。そうね、ボソンジャンプの本質は見えたわ。でも、気になることが一つ。おう。もし、ボソンジャンプが本当に月や火星まで瞬時に転移できるシステムなら、それは相対性理論にも高速度不変の法則にも反することになる。そんなこと考えたくないじゃない。じゃあ何だと言うんですか。今はそれしか言えない。あとは結局遺跡を調べるしかないわけか。遺跡？そう、遺跡。元々は偶然でした。ネルガルが火星極寒に開いた鉱山、その地下に巨大な遺跡が埋まっていたのです。それはチューリップクリスタルと同じ組成であり、さらには遺跡内部では今なお稼働している部分もあったのです。質問なんですか。それがどうして重要なんですか。すごい武器とか。それは単なるシステムに過ぎません。我々の調査ではチューリップから物体が出現する瞬間、あるいはボソンジャンプと言われる現象が起こる瞬間、そのシステムの反応は活発化するのです。つまりボソンジャンプのコントロールシステムで、これは何。そのシステムを解明すれば生体ボソンジャンプを独占的に使用できる。地球連合や木星が手に入れる前に遺跡を独占してしまえば、戦争終結はもちろん、今後人類が迎えるボソンジャンプ大航海時代における最大の切り札を持つことになるわ。会社会社、立身出世か。何よ、文句ある？いえいえ、あんたは偉えよな。アキトのふるさとだったよな、ここ、うん、ユートピアコロニーか。ちょっと焼けるかな。え、アキト君と館長の思い出の地か。え、あ、何言ってんだよ。おい、だから言ってんだろ、俺とユリカはそんなんじゃないって。俺とユリカは、お、俺とユ、あー、もう。あんた、いい加減にしなさいよ。相変わらずのバカ野郎だな、天下は。ほんと、バカよね。俺たちもな。お前
前ら。火星大気圏内にナデシコ入ります。木星トカゲも動き出しました。いよいよね。さあお待たせ諸君。あれ、アキトどうしたの。マナ、え、会長、予定通り。要するに共同戦線で遺跡を確保すればいいんですね。その通り。いいかい、人の思い込みや熱血は自己犠牲を生むだけだ。いいじゃないか、自分のために戦ってみよう。最後にでかいことやってやろうじゃないか。地球や木星の花を明かしてやろうよ。あくまでも作戦は私らしくやらせていただくことになりますよ。というわけで共同戦線です。ま、いいけど。今さら選択肢もないですしな。ルリちゃん、地球連合軍と木星軍の現在位置と規模。はい。地球連合軍は残存勢力を結集して月を出発、あと半日で火星です。木星軍の方はと言いますと、ユキナさんのお話を元にしたら真面目にこのくらいあるそうです。いやー、なでしこがつぶつぶだね。この大船団も火星移住を目的にやはりあと半日のところまで来ています。つまり遅くとも半日後火星は戦場になるのね。どうします。装填砲を使います。全艦戦闘態勢。全艦戦闘態勢。重力が小さいったって地上には変わらん。くれぐれも防塵装備忘れんな。昨日は木星、今日はネルガルかよ。何のために戦ってんだか分かんなくなってきちゃった。何のためと尋ねたら自分のためと答えよう。支柱に勝つあり、見えないことも見えてくる。へえ、今日は詩人だね。どうも、詩人のマキです。マキ詩人なんちて。泉さんのギャグ結局最後まで分かりませんでしたね。ミナト大丈夫ですよ。ミナトさんの分は私とジュンさんがバックアップしますから。うん、こういう時何もしないでいた方が辛いのに。繰り返す、パターンは Y、 全員対処準備。装填砲発射後はパターン B へ行こう。通常装填砲のフォーメーションお願いします。 Y イニング展開、サルタヒトコネクト。装填エンジン、トライパワートゥーマキシマ、トライパワートゥーマキシマ。ほら天下は何やってんだ、もうすぐ戦闘だぞ、早くエステに乗れ。やだ。何やだこった。なんで暁の、なんでネルガルの言いなりになって戦うんだよ、あんな奴のために。今そうするしかねえだろバカ。誰が決めたんだ、ちくしょう。ガキみてえなこと言うな。なんだと。もう少しあの人を信じてみろよ、アキト。私らしくって言ってたあの人をさ。リョウコちゃん。都市が攻撃？夢水木と神奈月に打電。は？生態跳躍で火星に先行。都市を地球に渡してはならん。巨海遺跡の敵部隊全滅。そうでなくちゃ、そうでなくちゃ。いやー艦長、お見事お見事。おっと、こちらも助かりました。Kakitsubataがおとりになってくれたんで安心して装填砲が撃てました。ちなみに遺跡への一番乗りは僕だからね、ズルしちゃダメだよ。いいね。Kakitsubata、敵包囲網を突破、敵を殲滅しつつ戦線を移動。すごい機動力ですな。Kakitsubataって強いのね。とはいえ火星のすべての木星軍を相手にしてるんだ。だからユリカ。ええ、装填砲続けていきます。ええ、目標、極海遺跡の中央。了解。ちょっと待て、 どういうつもりだ、ミスマルユリカ。どうもこうもありません。あんなものがあるから戦争になるんです。装填砲発射。了解。ああ、こら待て。遺跡よりフィールド反応。構いません、発射。遺跡に装填
砲の効果をキャンセルされました。何よそれ。よかった、やっぱりな。見つけるだけでも大変だったんだ。分厚い氷にディストーションフィールドが数十もあってね。そのくらいの攻撃効きはしない。無理しちゃって。どこ行くの。ちょっと説得に行ってくる。もう一発行きます。そんな。どうする、ユリカ。もう一発行きます。ダメです。エネルギーが足りません。大気圏内では装填エンジンの効率低下。フルチャージまであと20分。へー、なんとかならないの。なりません。カキツバタ急速接近。カキツバタよりエステバリス隊の発進を確認。艦長、どうしますか。ユリカ。艦長、エステバリス隊発進。了解って言いたいところだが。よー、来た来た。色男じきじきね。よーし、行ってみっか。赤月。ダメだよみんな、文化財は大切に。赤月さんお願いです。遺跡は壊さなきゃ、戦争は終わらせなきゃ。それが君の私らしくない。ほんと君のはどこまでも劇ガンガーだな。なんだと。俺はもう劇ガンガーは捨てた。おお、木星のやつらを見て分かった。何がさ。あれが俺の大好きだったものの正体だったんだ。倒すべきだった。それが味方が一方的だと言うんだ。いいかい、どんな人間にも立場があるように、それぞれの正義を持ってるもんさ。ちなみに僕の好きだったアニメではちゃんと敵にも味方にも正義があった。もっといろんなアニメを見るべきだったね。うるせえ、もうアニメなんて関係ない。もう誰にも悲しい思いをさせたくないんだ。誰にもだ。いいかい、カキツバタの諸君、手出しは無用だよ。リョウコちゃん、ここは俺が引き受けた。ああ、どうする。どうするって見てるしかねえだろ。世のため人のため戦争をなくす。偉いよ君たちは。みんな世のため人のため国のため地球のため、そんな考え虫ずが走るんだよ。後ろに疲れた。アキト、スバル君、援護を。こっちはこっちで忙しいんだ。黙って警告してるんじゃなかったの。教えてあげるよ。自分が自分であるために戦う奴が強いってことを。念じなさい、ジャンプのイメージ。どういうことだ。 CC がないのに。遺跡の力。ごめんと。なぜなになでしこ。こんにちは、イネスフレサンジュです。みんなが大好きだったなぜなになでしこもついに最終回。今回はボソンジャンプについての大考察を行います。難しいけど、よく聞いてね。イネスさん、電波発信源特定できました。遺跡の最下層、約14キロ下です。遺跡の中、どうやって入ったの。ジョン・ウィーラーとリチャード・ファインマンによれば、我々が一つの電波を発生させるとき、二つの波動が放射される。それが遅延波と先進波。遅延波とは時間を巡行する電波。まあ、テレビとかで使われるやつね。そして先進波というのは時間を逆行する波動、過去に行っちゃう波動ね。通常この先進波は遅延波に打ち消されてしまうわけ。しかし遅延波と干渉しない未知なる粒子が存在したらどう。その粒子に変換された物質は過去だ。私はその粒子をレトロスペクトと名付けた。このように考えていくと、我々が空間移動だと思っていたボソンジャンプは実は時間移動なのではないかと推論できる。そしてその推論が正しい場合、その一旦過去へ向かった物質を現在に送り返しているのはこの遺跡であるという推測もまた可能である。現在から過去へ、そしてまた現在へと繰り返されるレトロスペクトによる時空転移、そしてその計算を黙々と続ける、まさにここは一種の大演算機。もしここがなくなればボソンジャンプは二度とできないだろう。まあ、そんな推論を証明するのもそうなんだけど、
私がここに来たのにはもう一つ。アキト君。いらっしゃい。お出迎えをしなくちゃ。ユートピアコロニー、レインボー小学校。1年5組12番。好きな人。お母さん。好きな食べ物。スパゲッティ。好きなお話。シンデレラ。いいのよ。いいのよ、泣かなくても。おかえり。ずっと探してた。戦争はいけないことだと教わってきた。友達を殴った時、拳以外の何かがいたんだ。でも弱い仲間をかばって戦う気持ちよさもあった。正義の戦争なんかないって言いながら、侵略だと言われれば腹が立った。僕たちは右や左に曲がりたかったわけじゃない。ただどの道も僕たちの道じゃないんだ。次回、機動戦艦なでしこ最終回、いつか会うあなたのために。さよなら、なでしこ。